本日は皆様お忙しい中、夢新ホールディングスの説明会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私、夢新ホールディングスで IRS を担当しております、横溝と申します。よろしくお願いします。えー、今年ですね、2016年度は非常にです、ね、世界的にも大きな出来事がたくさん起きた年となりました。 なんといってもですね2つございまして、1つはイギリスの、えーまあ、EU 離脱ということと、ですね、まあ、あとはアメリカの大統領選でトランプ氏が勝利したというこの2点だと思います。おそらくですねこれも年、5年、10年後です、ね、非常に実はこの2016年度っていうのはターニングポイントに世界的にもなる年だったんじゃないかなというふうに感じております。 こ,んなえー、このようなです、ね、環境の中、我々ユメシンホールディングスの2016年度というのはです、ね、その世界情勢とは逆に、非常にです、ね、いい基盤を作れた、安定できた年だなというふうに感じております。2013年度からです、ね、大量採用に踏み切りまして、まずは採用できるかどうか、で採用ができたら今度は、えーまあ、退職率、上がった退職率をどうするか。 そのあとは下がった派遣単価をどうしていくか、まあ、いろんな問題が起きながらもそれを一つ一つ解決していってやっと基盤ができた年だなというふうに感じておりますのでぜひですね皆さんも最後まで聞いていていただきたいなというふうに思っておりますはいそれでは早速説明会の方を始めたいと思います 本日ですね皆様にお話ししたいことでございますが5つでございますまずは連結の2016年の9月期の連結の決算概要その後ですねセグメント別の概要をお話しさせていただきますそして10月より始まっております2017年9月期どのような戦略を持ってサバイバルしていくかというお話をさせていただいてそして新規事業についても少し触れさせていただきます そして最後に株主還元方針と、このような5つの流れで説明させていただきます。はいえー、まずは連結の決算概要でございますが、トピックとして3つ挙げさせていただいております。1つ目、売上高でございますが、前期ですね、ノンコアビジネスを3つほど事業、売却をしておりまして、 その分です、ね、売上は当然落ちるんですが、まあ、しっかり本業の方が成長してますので、売却をしても増収をしたとで、営業利益に関しましては、その事業再編効果、もちろん既存のビジネスも成長してるんですが、その事業再編効果で40%の増益があると。 また、えー、3つ目としまして新規事業を開始しました、えー、教育関連ビジネスというのが、えー、2016年9月期の第4四半期から連結しておりますでこの事業ポートフォリオの再編という話なんですが、えー、2015年9月期まではですね、えー、建築派遣エンジニア派遣のほかに、えー、子育て支援、えー、介護 総合建設事業という、まあ、3つの、えー、事業を行っておったんですがこの3つの、えー、子育て介護総合建設というビジネスは、えー、前期、えー、売却をしておりますそして今期に関しましては、まあ、本当に我々が、えー、創業以来、えー、強みとして持っています人材に特化したポートフォリオに変わってます、えー、建築輸出派遣エンジニア派遣そして人材紹介、まあ、その他 と書いてありますが、ここが教育関連ビジネスという新しいセグメントになります。はい、えー、まずは PL の状況でございますが、こちらが四半期ごとの積み上げのえグラフでございます。えー、売上、えー、営業利益、経常利益、当期純利益。 と出ておりますが、売上高に関しましては、10.2%増益の232億7000万円でございました。営業利益に関しましては、40.9%増益の24億3300万円。経常利益に関しましては、25.7%増益の24億6300万円。親会社株主に帰属する当期純利益に関しましては、13.8%減益の16億2200万円と。 いう形になっております、はい、で売上高のセグメント別の積み上げでございますが建築業者派遣事業こちらが稼働人数の増加によりまして25.6%増益の,の174億円という形になっておりますまたエンジン派遣に関しましても21.6%増収の58億300万円 また人材紹介ビジネスに関しましては、えー、プラスの1億1500万円という形になっております。で、その他、えー、こちら教育関連ビジネスでございますが、こちらに関しましては、えー、ハイクラスな IT エンジニアの、えー、育成及びフィリピン現地人材への日本語教育という形でやらせていただいておりまして、第4四半期、えー、3ヶ月間のみ連結しております。こちらが売上高600万円と。 いう形になっておりまして、連結で10.2%の増,益とあすません増収という形になっております。でこちら、反、えー、管費および一般管理費でございますが、えー、当社の反管費の内訳、非常にシンプルでございまして、えー、ほとんどが、ね、人件費と、えー、採用費でできております。で人件費に関しましては、えー、前期費でプラスの2億7500万円。 こちらはですね、もう非常にシンプルに、えー、技術者の方が増えているので、まあ、当然、バックオフィスの人間も増やさなければいけないということで、まあ、栄員だとか、そういう方たちを増員させたというところで増加しております。また、採用費に関しましては、こちらはプラスの2億9200万円ということで、創業以来初めてこう2000人採用にチャレンジしましたので、その分、採用費が増加しているという形になっております。 結果としまして、販管費に関しましては、プラスの700、えー、7億700万円、41億2900万円という数字になっております。はいえー、営業利益でございますが、えー、こちらですね、前期,、えー、前期に人材紹介、あすみません、総合建設、子育て、介護、えー、この3つのノンコアビジネスでですね、3億4000万円の減益 効果があったんですが、こちらすべて売却しておりますので、その分ないというところでございます。で建築業者派遣事業に関しましては、えー、人数が増えたことおよび派遣単価が改善されたことで、えー、27.6%増益しておりまして、22億の1200万円と。エンジニア派遣に関しましては、えー、2016年度から、えー、大量採用をこちらも開始してますので、その分採用コストが先行しております。 その結果、にじ派遣に関しましてはマイナスの9.1%とで、人材紹介に関しましてはマイナスの1000万円と、そしてその他事業に関しましてはマイナスの3500万円という形になっております、はいえー。営業外損益と経常利益でございますが、えー。 まあ一番ですね大きなところというのが、緑色の部分、補助金収入という、前期にある補助金収入というところ、1億3500万円なんですが、こちらはですね前期、子育て支援事業を行っていた関係で、国からですね保育所を運営している補助金をいただいておりました、こちらの1億3500万円がなくなっているというところで、結果としてマイナスの2億300万円という形になっております。 え結果ですね経常利益に関しましては、えー、営業利益の増加分プラスの 7, 7億600万円、えー、営業外収益の減少マイナスの2億300万円、えー、ございまして結果としまして24億6300万円とプラスの26%という形になっております。 で特別損益、そして税前当期純利益でございますが、こちらもです、ね、前期特別利益としまして、14億8600万円発生しています。こちら再三申し上げております、ノンコアビジネスの売却による、こちらが売却益でございますね、14億8600万円出ております。 その結果、経常利益はプラスの5億300万円でございましたが、特別損益が減少しております、マイナス11億7200万円ということで、税前利益は結果としまして24億6100万円と、マイナスの21.4%でございました、はい。親会社株主に帰属する当期純利益に関しましては、こちら、税前当期純利益の減少、マイナス6億6900万円。 法人税等の減少、プラスの4億8 0 0万円、非支配株主に帰属する純利益の増加でマイナス6900万円ございまして、結果としまして16億2200万円、マイナスの2億5800万円という着地になっております、はい。こちらが連結の PL をまとめたものでございます。 えー、経常利益まで増収・増益ときておりますが、えー、特別利益がなくなった影響で、えー、純利益に関しましてはマイナス13.7%という形になっております、はいえー。ここからは連結の BS の状況でございます。こちら、BS の、えー、サマリーでございますが、えーまあ、見ていただいた通りでございます。 若干、流動資産減ってはございますが、流動比率に関しましては200%以上をえ維持しておりますので、えー、BS の中で言えば非常にまあ安,定の安定感のあるえ状況かなというふうに考えております。えー、細かい内訳でございますが、えー、主だったものをえ言わせていただきますと、現金及び預金、こちらが27億3600万円減少しております。 こちらは当社100%配当ということをやらせていただいてますのでその配当金の支払いによる減少がございましたまた、えー、手形及び売掛金こちらも、えー、派遣する現場が増えておりますので、えー、プラスの8億9400万円という形になっております また、有形固定資産でございますが、その中でもですね、技術社員、非常に今、勢いを持って増員しておりますので、社宅を購入させていただいております。そちらで土地がプラスの2億9400万円しております。また、無形固定資産の中ののれんでございますが、子会社の設立等を行っておりますので、8億,億6600万円増加しております。 結果としまして、資産の部は、えー、合計で191億1700万円という形になっております。はいえー、こちらが負債と純資産の部でございますが、えー、こちらはです、ねえー、主だったものといいますと、えーまあ、固定負債の長期借入金としまして、えーまあ、運転資金の借入のためのプラスの4億2600万円ございました。 また、純資産の部でございますが、えー、子会社の夢テクノロジーの増進による増加、資本剰余金がプラスの2億900万円、また利益剰余金に関しましては、配当の支払いによって11億7300万円減少しているという形でございまして、負債に関しましては合計で56億600万円、純資産に関しましては135億1100万円という着地でございます。 はいえー、こちら、自己資本の推移でございますが、えー、赤い折れ線グラフが自己資本でございますけれども、えー、今期に入りまして、まあ、大きな変動は、えー、あまり見られない、えー、状況でございます。9月末現在で125億6900万円の自己資本、えー、比率で言いましたら65.8%、えー、ということで、えーまあ、大きな変動はない、えー、年でございました。 はいえー、ここからは財務指標のお話をさせていただきます、えー、まずは手元流動性でございますが、えー、手元のキャッシュ、えー、こちら87億2300、えー、万円でございましたまた自己資本に関しましては先ほど申し上げました通りえり、ー、125億6900万円、えー、65.8%の自己資本比率という形になっております はい、で有利子負債に関しましては、えー、こちら、若干ですが、えー、増加しまして、25億3600万円、えー、手元の流動性から、えー、を有利子負債で引いた、えー、ネットの有利子負債でございますが、こちらは、えー、マイナスの61億8700万円ということで、えー、実質無借金の経営を4年連続でさせていただいているという形でございます。 支払い利息でございますが、こちらはですね、有利負債若干増えましたが、逆に支払い利息の方は減っている状況でございます。すみません、2400万円の支払い利息でございました、はいで。事業利益が支払い利息の何倍稼いでいるかというインターレスト・カバレッジ・レシオでございますが、 まあ10倍を超えていたら安全権と言われている中で今期98.4倍支払い利息の98.4倍の利益を出しているということで、まあ、非常に安定感を持っているという形でございますデッドエクイティレシオに関しましても1倍以下を4年連続で継続させておりましてネットデッドエクイティレシオでは実質無借金でございますので0倍という形になっております はいえー、こちらが財務指標のサマリーでございますが、えー、若干数字の方減ってはございますがまだまだ非常に強い、えー、財務体質かなという形でございます、はいえー、ここからはですね、えー、セグメント別の概要をご説明させていただきますまずは当社の、えー、主力事業でございます建築技術者派遣事業について、えー、詳しく説明させていただきます こちらトピックとして3つございます。1つ目、売上高でございますが、22四半期連続で2桁増収ということで、まあ、非常にトップライン、えー、ここ数年間伸びてきている状況でございます。また、派遣単価でございますが、2016年9月期はですね、この派遣単価を非常に重要視して経営を行ってきてました。その結果ですね、おおむね想定した通りの回復を見せております。 それに伴いまして、業利益に関しましては、下半期同士の比較、Q3、Q4、まとめた下半期同士の比較をしますと、利益で3倍に増加しているというのがトピックでございます。はい、で当社の売上を構成する指標でございますが、非常にシンプルでございます。技術者の人数 稼働率かける稼働時間かける派遣単価イコール売上高でございますので、まあ、この四つの指標を一つ一つ見ていきたいと思いますまずは技術者数でございますが、まあ、当然技術者数を伸ばすには採用をしていかなければいけないということで2016年度はです、ね、2000人の採用を目指して採用活動に注力してまいりました 結果としまして2018人の採用というまたですねどうしても建設業界 C56 月というのはどうしても一時的に需要が減る時期でございますので意図的にですね3月4月の採用を少し抑えめにした にもかかわらず、まあ、2000人を達成できたので、まあ、我々としては非常にこの採用に関しても、えー、手応えを感じることができた年、えー、でございます、はいえー、で採用した方がどれぐらい定着するかという定着率でございますが、えー、2014年15年にかけてですね一時的に、えー、定着率がくっと下がってしまっておるんですが、えーまあ、かなりですねここを力を入れて、えー、その定着 えすみません退職防止策というのを、えー、力を入れてやってきましたので、まあ、その結果が少しずつ出てきているかなと、えー、継続的な改善策で一定の改善傾向を見せておりますまたですね2016年度、えー、上期と下期を比較しますと、まあ、当然下期の方が技術者数は増えてはいるんですが逆に退職人数は4%減少しているということで、まあ、かなり足元この退職防止策というのが効果が出てきていると。 いうところでございます、はい、で結果としまして在籍人数でございますが9月末現在で技術者数3334人ということで前期末の2760人と比較しまして574人増加と20.8%増加しております。 また年間平均技術者数でございますがこちらが3027人ということで、えー、前期の2497人と比較しまして21.3%増加しているという状況でございます、はい、でこちらがです、ね、在籍している、えー、今足元3334人、えー、技術者ございますがその年齢、えー、すいません 入社年数別の割合でございますが、まあ、当然、ですね毎年大量採用してますんで、まあ、一定の新人比率があるんですが、えー、足元では44.7%の方が入社1年未満であるという状況ではあるんですが、まあ、赤い字を塗っておりますがこの8.3%という数字入社4年目の方の比率が、えー、非常に今、伸びてきていると。 いうことでまあ、当然1年生の方と4年生の方比較しますと派遣単価高く当然粗利も高く取れるので、まあ、ここの比率が上がってきているというのは、まあ、会社の将来にとって非常にいい数字かなというふうに思っております。はい、でこちらが稼働率でございますが、えー、赤い折れ線グラフが2016年の9月期でございますが え過去3か年と比較しましてもですね非常にえまあてこぼこがなく緩やかな曲線を描いているのが分かると思います、まあ、採用がえ2000人ということで好調にえ採用できたので当然ですねトレードオフの関係で稼働率は下がるんですがそれでもですねまあ90%以上を常にキープできたと。 また、はざ駅である4月6月の採用人数をコントロールしたことによって、しっかりです、ね、稼働率も高く維持することができたということで、まあ、このコントロールができたというのは、今後、われわれの成長には非常にポジティブな状況かなというふうに思っております。こちらが稼働時間でございます。 基本的に当社お客様と契約をするときは月単位の契約でございまして1日8時間、月20日間の契約をしております。ですので1日8時間以上働かせた場合は当然我々は残業代を請求するという形になっています。ただですね当然お客様もですね別途高い残業代を取られるというのはそれは当然面白くないので。 なるべく抑えようとすると、まあ、そういう、えー、バランスがございまして、大体毎年、えー、10時間弱という形で推移しています。ここはですね、われわれがコントロールすることは非常に難しいところでございますので、まあ、この水準で、えー、大体10時間弱の水準でわれわれとしてはいいのかなというふうに認識しております。はい、でこちらが派遣単価でございます。 当社の派遣単価はです、ねえー、入社年次ごとに非常に、えーまあ、ばらつきがあるというかです、ねえー、年を追うごとに、えー、派遣単価が上昇していくのでこのようにです、ね、新人2年目、3年目、4年目以降という形で分けさせていただいております特に新人の方の、えー、派遣単価というのは受給によって非常に大きく変動いたしますので、えー、グラフもかなり、えー 今期に関しましては、前期比で2.1%増加の1時間当たり2453円が新人の派遣単価でございました。2年目に関しましては2853円ということで、プラスの0.8%でございますで。3年目に関しましては3064円ということで、マイナスの1.6%でございました。 実はですねこの1年前は2年目の方の派遣単価だけ前年比で割れていて、今期に関しましては3年目の方だけ前年比で割れているということで、えー、まあ非常にこの、えー、なんていうんですかね、こう派遣単価を取れる方の高比率っていうのがこうどんどん上がってきているという形になっています。で、4年目以降の方に関しましてはプラスの1.5%で3451円という着地でございました。 こちらが、えー、派遣単価の中期的な推移でございますが、えー、青い線が1年未満の方、えー、緑の線が2年目以降の方たちでございますで真ん中の赤い折れ線グラフが全社、えー、を平均したものでございますがすべ、まあ、てに関して、えー、今、上り始めているということで、えー、2016年9月期の全社平均に関しましては2706円ということでプラスの2.3%の着地でございました。 はいえー、こちら、売上構成4指標のサマリ、12か月平均でございますが、えー、やっぱり技術者数21.3%の増加というところと、あと、派遣単価2.3%の増加というのが、えーまあ、売上の増加につながっていると。でえー、第4四半期だけを切り取った3か月間の平均のサマリでございますが、 技術者数20.0%で12ヶ月平均とあまり変わらないんですが派遣単価に関しましては12ヶ月平均が2.3%なのに対して3ヶ月平均は7.2%ということで、まあ、下期にかけて非常に派遣単価が上がってきているというのが見て取れると思います。 はいえー、こちらは実際の、えー、売上高と利益になりますが、売上高に関しましては、えー、174億円ということで、稼働人数の増加、えー、派遣単価の回復によりまして26、26%の増収と、えー、売上総利益に関しましては、えー、前期下がった派遣単価が、えー、しっかり戻ってきてますので、えー、25%の増益という形になっております。 こちら半管費ですが28億1700万円ということで前期から5億円ほど増加しておりますが半管比率に関しましては16.2%ということである程度適正にコントロールできていると結果としまして営業利益に関しましては22億1200万円ということで28%の増益という形になっております。 はいえー、こちら、四半期ごとの、えー、グラフでございますが、売上高に関しましては、えーまあ、順調に伸びている状況と、どうしてもです、ねえー、建設業界の裸駅に当たる第三四半期というのは、一時的に売上が少し落ちてしまうんですが、まあ、それでも22四半期連続で前年同期比では2桁増収を続けております。また、えー、売上総利益こ、えー、これは非常に、えー、このグラフ顕著 にえー、見て取れると思うんですが、えー、前期のあ2015年度の第3四半期に派遣単価が減少しましたのでガ、まあ、クッと落ちている中で、まあ、単価が戻ってきたと、えー、しっかりこうやって V 字回復をしてきている状況でございます、えー、あらりに関しましては下半期比較で58%の増益をしております 販管費の四半期ごとの比較でございますが、えー、こちらも、えー、伸びてはいるんですが、販管費に関しては、販、え、管、ー、比率は一定にコントロールしているとで、えー。営業利益に関しましては、こちらもあらり同様ですね、えー、きれいに V 字回復してきております。下半期同士を比較しますと、えー、利益は2.6倍という形で大幅に増益しております。 こちらは単体、えー、PL のサマリーでございます。ご確認いただければなと思います。はいえー、ここからですね、えー、エンジニア派遣についてご説明させていただきます。こちらも、えー、建築派遣と同じくですね、正社員で雇用した方を、えー、派遣するというビジネスモデルは変わらない、えー、モデルでございまして、お客様が製造業の会社様になるという形でございます。 こちら、売上高でございますが、こちらもですね、積極採用させていただいてますので、技術者数が増加したことによって、22%の増収、58億500万円となっております。対して、セグメント利益、営業利益でございますが、こちらはですね、採用コストが増加したことによりまして、4億3300万円になっております。また、営業利益率も9.9%か7.4%と。 いう形になっておりますでエンジニア派遣事業の採用実績でございますが、気、え、象、ー、目標、えー、年間500人の採用を目指しておりましたが、えー、着地ではで、ね、460人ということで、まあ、若干届いてはいないんですが、えー、前の期と比較しますと、えー、59%、えー、採用人数が増加していると。 いうことで、まあ、ある程度、えー、手応えは感じているのかなというところでございます。えー、結果としまして、えー、在籍人数でございますが、こちら、エンジニア派遣だけの人数でございますが、えー、9月末現在で1131人ということで、えー、前年同月末比278人増加の32.6%増という形になっております。 年間を通しての平均入社者数も1005人ということで2015年度と比較しまして33.9%増加している状況でございます、はい、でこちらは派遣単価でございますがエンジニア派遣の方もです、ね、大量に今採用しておりまして特に若い方だとかです、ね、あと女性の採用を結構積極的にやっておりますので まあどうしても派遣単価は若干下がっていくという形になっております、えー、3091円ということでございまして前期比ではマイナスの4.8%という形になっております、はいえー、こちらはエンジン派遣の稼働率でございますが年間を通して93.3%ということでマイナスの2.0ポイントでございました こちらもです、ね、大量採用しておりますので、えー、まあどうしても両立はできないという形なので若干2.0ポイント下がっておりますが、まあ、しっかり年間を通して90%以上の稼働率は維持できたという形になっております、はいえー、続きまして人材紹介事業でございます 人材紹介事業に関しましては2015年の6月からスタートしております建設業および製造業界への人材紹介というのを生りにしております2016年9月期の位置づけとしましては先行投資機関ということで位置づけておりましてベトナムだとかフィリピンに採用兼教育センターなどを設立したりと外国人のエンジニアの育成もスタートさせております 結果としまして、売上高に関しましては1億1600万円、セグメント利益に関しましてはマイナスの5400万円という着地でございました。会計期間ごとに分けたグラフでございますが、第4四半期に大きく売上利益伸びておりますけれども、こちらはですね、第4四半期よりバズボックス株式会社という会社を連結させております。こちらはですね、まあ、日本国内の人材紹介。 えー、をししてていいる会社様でございましてこちらが連結した関係でまあ伸びているという形でございます、えー、ここからはですね、えー、今走り始めた期でございます2017年9月期に関して、えー、説明させていただきますこちらが、えー、連結の業績予想でございます 売上高に関しましては32.4%増の308億円、営業利益、経常利益はともに36億円の予想、純利益に関しましては21億円という形で、また、ですね売上に関しましては30%、利益に関しましては40%以上の大幅な増収増益を見込んでおります。この数字、どのように達成していくかという戦略でございますが、 この3つ挙げさせていただいております、派遣単価の引き上げと維持、2000人採用の継続、また継続的な定着率の改善ということで、まあ、維持だとかです、ね、継続という言葉を使わせていただいております。要するにですね、2016年度にやってきた施策の精度を高めていくというのが、2017年9月期のやることでございます。 ですので、まあ、今までやったことのないような突拍子のないことをやるというわけではなくて、今までやってきたものを少しずつブラッシュアップしていこうというのが、2017年9月期になります。実際の経営戦略でございますが、まずは採用人数でございます。2016年度2000人採用いたしました。で、2017年度も同じく2000人の採用を継続していこうというふうに考えております。 いろいろ施策がございますが、まあ、1234と書いてありますけれども、えー、面接担当者のスキルをアップさせたりだとかですね、えー、面接の仕方、えー、応募、プロセスを変えていこうだとかですね、まあ、初任給の話だとか、あとは採用拠点、えー、こちらを高松、岡山、鹿児島を作りまして、えー、全国で14か所にしたという形でございます。 実際ですね、もう10月の採用結果は出ておりまして、192人の入社でございました。2016年度は163人でございましたので、スタートとしては非常にいいスタートを切れております。また、定着率でございます。こちらもですね、足元非常に手応えを感じている次第でございまして、こちらもですね、継続したフォロー施策で、 えーまあ、定着率を改善させていこうというふうに考えています、えー、目指す数字はですね、えー、年間定着率72%以上というのを目指しております70%以上の定着率があったのは2013年度以降ございませんので4年ぶりの定着率70%以上というのを目指しております2000人を採用して、えー、結果として3960人まで増やしていきたいというふうに考えております でこちらが実際に、えー、定着率を改善させるためにやっているフォロー施策でございますが、まあ、やはりです、ねえー、当社は技術者でございますのでスキルアップをしていくというのは非常に重要でございまして、まあ、技術者にとっても自分がやれることが増えていくというのは、まあ、非常に仕事のやりがいにつながっていきますのでまずはそのキャリアアッププランの作成だとか、えーまあ、資格取得の補助だとか推進というのを進めてですね どん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 レベルアップしてもらおうというふうに考えておりますまた、まあ、当然ですね仕事の面でそういった活躍してほしいんですがそれ以外にもですね、まあ、会社内のサークル活動を推進したりだとかあとは海外への研修旅行制度なども設けてですね非常にフォロー戦略を今手厚くやらせていただいております特に入社1年未満の方 の、えー、退職率というのは上がりやすい状況でございますので、えー、入社1年目の方には特に手厚くフォローをしてます、えー、発言場に派遣された後はですね、えー、本当にまあ毎週のようにヒアリングを行って問題を早期に発見して現場の入れ替えなどでフォローしていくというような施策だとかですねまあ、入社から定期的にフォロー研修を行っていくと あとは研修時にですね、えー、グループパートナー制度を導入しまして、えー、同期とのつながり、横のつながりを積極的に形成していってもらおうということをやらせていただいております。まあ、このような施策が、えー、少しずつ効果を発揮してまして、今定着率がちょっとずつ上がっている状況でございます。はいえー、でこちらもする在籍受診者数でございますが、えー、年間2000人を採用して、 9月末には3960人ということで前年,前年9月末日で18.8%増を目指すという形でございますまた採用した方を当然派遣させていかなければいけませんので営業戦略というのも力を入れていきます 外部環境としましては、まあ、当社が得意としている若手だとか未経験の方を活用するゼネコンはいまあ、未だに増加傾向であります特に今まではそういうまあ経験の少ない方を使わないというふうに言っていましたスーパーゼネコン各社様も使っていただけるような状況になってきておりますまたずっとですね首都圏 および東北が我々の売り上げをリードしていたんですが大阪名古屋も派遣人数が今非常に増えてます、まあ、特に名古屋に関しましてはですね5年前と比較しても7倍になっておりまして、まあ、どこの地方もですね徐々に徐々に活性化されているのかなとまた熊本に関しましては震災ございましてそこからですね基礎と比較しまして2.5倍にこちらも派遣人数が増えております まあこのような外部環境の中で我々は営業戦略としまして、えー、まあ当然ですが需給が逼迫しているのであればまた派遣単価を引き上げていこうとそしてえまあ新規開拓とともに東京の視点では使っていただいているのに大阪視点では使っていただいていないというようなゼネコンさん、えー、多数ございますのでそういうゼネコンさんの深掘りをしていくと。 また、えー、あまり残業時間が見込めない現場にずっと派遣させているのではなくて、まあ、一定の残業時間を見込める現場へシフトさせるだとかですね、えー、また2016年度は広島、北海道、金沢、静岡で今まで営業活動してませんでしたが営業活動をスタートさせたということでこのような営業戦略を行っておきます。 でこちらはです、ね、当社のお客様の売上高比率でございますが、最新の2016年9月期、まあ、引き続き大和ハウスさんが1位と、スーパーゼネコンさんに関しましては、文字に色を塗っておりますが、2012年度と比較し,てもしましても、スーパーゼネコンさんの売上比率が伸びているということで、まあ、積極的に使っていただいていると。 また2011年度はですねお客様の数が711社でございましたが2016年度は1440社でございました2015年度は1200社でございますので1年間で240社ほどまたお客様の数が増えているということで、まあ、非常にありがたい状況でございますまた営業戦略の3つ目としまして女性の技術者を活用していくという形でございます 女性技術者の特徴としまして、えーまあ、非常にです、ね、建設現場も今、女性を受け入れるという体制、整えてきております。また、えー、CAD オペレーター,、えー、主に女性が受け持つ仕事なんですが、えー、普通です、ね、施工管理ですと、大体、まあ、6か月から9か月間の派遣期間なんですが、CAD オペレーターの場合は1年から2年と非常に長いので、えーまあ、営業活動も非常に効率的にやれます。 ですので、拡充施策としましては、女性の施工管理技術者を育成していくことと、あとは CAD オペレーターの単価を上昇させることでございます。下のグラフを見ていただけると分かると思うんですが、まあ、女性の比率、ここ3年間で非常に伸びておりまして、今、足元 20%, の方,20の方が建設現場で働いていると。 人数としましては695人の女性の方が今、建設業界で活躍している状況でございます、はい、2017年の9月期の施策をまとめますと稼働人数に関しましては2000人を採用してフォローをして定着率を上げるとまた女性技術者を積極的に活用します稼働率に関しましてはハザ回帰である4月から6月を 今期も採用を比較的抑制していくと。また、営業員の事務作業を軽減して、もっともっと新規開拓をしていってもらう。また、地方営業所のさらなる活性化をしていこうと。稼働時間に関しましては、契約更新時に残業を見込める現場へシフトしていく。派遣単価に関しましては、継続的なフォローで付加価値を上げていく。 また、えー、契約単価に重点を置いた、えー、評価制度ですね、えー、業員に対するインセンティブを与えて、まあ、派遣単価を引き上げていくと、まあ、このような施策をもって、えー、2017年度9月期は、えー、経営を行っていくというふうに考えております。はいえー、ここからですね、えー、新規事業についてご説明させていただきます。 前期の第4四半期からですね、教育関連ビジネスが連結しましたという話を本当に冒頭申し上げたと思うんですが、その教育関連ビジネスについて少し説明させていただきたいと思います。で我々がですね、新たなビジネスをやろうと考えたときに、まあ、どのようなビジネスをしたらいいのか、えー、キーワードとして2つ考えました。それが、我々が得意、そして強みだと感じている領域であることと、 世界を目指せる領域であることとこの二つを我々はキーワードとして考えましたで結果、えー、導き出されたものがですね一つ目が、えー、IT 人材の育成でございます派遣はすでにやっておりますが IT 人材の育成をしていこうというふうに考えてます、えー、2030年にはですねハイクラスの IT エンジニアが世界で2000万人不足すると言われておりますので えー、この IT 人材というのは、まあ、建設の技術者とは違ってです、ねえーまあ、国境に垣根ございませんので当然、世界を目指せるビジネスかなというふうに考えておりますまたもう一つとしましてはわれわれがずっと属しております建設業界この業界は他、ね、他の業界から比較しても非常に IT 化が遅れています で、これ自体を国はですね、IT 化をどんどん後押ししていこうというような形になってますので、我々は建設業界の IT 化というのも率先して進めていこうというふうに考えてます。で、その結果、えー、子会社として、夢エデュケーションという会社を設立しております。こちらが2016年の5月に設立した会社でございます。 2016年5月に設立しまして、えー、足元11月までで、まあ、ずらっと並べておりますが、えー、多数の IT 会社さんとです、ね、業務提携だとか、えーまあ、子会社化をさせていただいたりということをさせていただいてます。まあ、特に青く塗っている子会社化、えー、ソーシャルフィンテックさんだったり、ギャラクシーさんといったような会社は、えー、我々の傘下に入っていただいていると。 でこのギャラクシーさんだとかですね、あとは、えー、ギアヌーブ株式会社様、えー、こちらは建設業界の IT 化を進めている会社様なので、えーまあ、非常に、えー、すぐにシナジーがあるのかなというふうに考えておりますまたですね、えー、2016年9月29日から11月11日までを期間としたですね、公開買付けを、えー、行わせていただいています 対象会社様が日本サードパーティー株式会社様でございますこの会社様何をしてるかと申しますと海外企業を対象とした IT 技術のアウトソーシングまた日本最大規模のトレーニング施設を持っていましてそこで IT エンジニアの育成をしている会社様でございましてまさにですね我々が夢エデュケーションでやっていきたいことを先行してやってる会社さん いうことでございますので我々としましてはまあぜひ一緒に仕事をしていきたいということでまあ公開買付けをさせていただきました結果としまして13.9%あ13.09%ですね議決権ベースで集まっております、まあ、目指すべき未来を共有させていただいてまあ互いに成長していこうということで業務提起を行わせていただいております。 このような形でですね、夢エデュケーションと日本サードパーティーさんを中心としまして、まあ、数多くの IT 企業さんの助けを借りながら、IT エンジニアの育成と建設の IT 化を進めていきたいというふうに考えております。このビジネスがですね、2018年以降、収益の柱に成長していくというふうに考えております。 はい、でこちらが中期経営計画でございますが、えーまあ、2017年度に関しましては先ほど説明した通りなんですが2018、19と、ね、こちらはレンジで開示しておりますこのレンジの加減の部分はですね既存の建築派遣とエンジニア派遣で稼いでいく収益でございますこの幅の部分というのが今説明させていただきました教育ビジネス による、えーまあ、成長可能性の部分でございますですので、えーまあ、既存のビジネスだけでも、まあ、この数字というのは達成可能であるというふうに考えておりますので、えーまあ、ぜひご確認いただければなというふうに思います。はいえー、では最後です。株主還元方針でございます。まあ、中期的な株主還元方針というのを、えー、発表させていただいておりまして、 えー、3つございます、えー、2017年9月期までは配当成功100%目標としておりまして、えー、その後も、えー、事業の成長に連動した高配当を続けていくという形でございますまた、えー、重要視している指標というのが1株当たりの純利益でございましてこちらの向上を意識した経営を進めていきますまたええー 下記2つの理由から東証1部への市場変更を目指しますということで事業にはですねもちろん東証1部に行きますと採用力が強化されるだとか定着率が改善されるとまた株式に関しましては流動性の向上と株主層の拡大が狙えるために東証一部を目指していきますという形になっております こちらが一カバー店の純利益でございますが2017年度は28.2円の予想でございます中期経営計画進んでいくにつれて、まあ、大体40円からそして2019年には60円以上の EPS になるという形で予想をしております、はい、またこちら配当金でございますが今期も35円配当を計画しておりまして 配配当当ではの配当成を予想しております。今後に関しましてもですね、配当成功当然100%以上ここ数年間払っておりますが2018、19と大体100%近辺に落ち着くかなというふうに考えております。はい、でまた ROE でございますがずっとですね、30%以上の ROE を2014年度 ままで,です、ねえー、ございましたが、えー、2015年度にです、ね、資金調達を行った関係で、えー、18%まで下がっております。えー、今期に関しましては、えー、純利益率が下がった関係で12.4%まで、えー、下がってはきておりますが、今後に関しましては、えー、資金調達をした、えー、お金というのは当然、成、ま、長、あのために、えー、積極的に投資していくと。 また、えー、しっかり利益率を上げて、えー、r o e をまた30%水準に戻していくというふうに考えております、はいえー。人と人との巡り合いでみんなの夢を誠にする会社、えー、夢めしホールディングスでございました。えー、皆様ごご聴ありがとうございます。